ラグビーしてるゼウスがいる。めっちゃ惜しくない？このラグビーゼウス。僕らのビックリマンチョコスーパーゼウス編ということで、いろんなゼウスがいるらしい。あのパッケージの横にちょっとね、今見たラグビーゼウス、今のところこれがねナンバーワンの狙いかな。すっげー欲しい。あとね、このバブル経済的な、もうバブってるバブリーなゼウスとか、あとね双子生態師を抱いてる、この育ててるあのゼウスとかもいるんだよね。だからあのちょっとしか乗ってないんだけど、まだラインナップ見てないから、他にもたくさん、アメフトもあるかな、アメフトゼウスイング、アメフトゼウスイング。まあまあとにかく早速開けて、めっちゃ、いやこれすごいリクエストあったんだよね。で俺もすごい探してて、ついにねワンボックス丸ままゲット氷できたという奇跡ぐらい、これまあゲットできただけですげえ嬉しいんだけどさ、コンプしたいんだよな。コンプなんとかコンプたどり着きたいよね。僕らのビックリもスーパーゼウス編だからね。いやめっちゃ楽しみだわ。それではでは行きましょうかな。あ、ちょっとここにも載ってる、このゼウスはなんだ、あ、ユーチューバーゼウスじゃない、これ Z チューバーって書いてるから、ユーチューバー的なゼウスもいるね。そうだねとか乗ってる。棒も持ってるもんね。この棒なんて言ったっけ。あ、自撮り棒か。自撮り棒とか持っちゃってるゼウスがいる。いろんな、これ、プロレスラーゼウスとかいんのかな？プロレスラー、待って、パワーリフティングゼウスとか。いや、マジか。でも、アメフトとラグビー揃いたいよね。なんだこれ。何このゼウス。弱がりゼウス。めっちゃ可愛い絵柄になってるね。弱がりゼウスだって。僕らのビックリマン、スーパーゼウス。あ、芸人、キリン、川島明さん。あれ、キリンって、あの二人組の芸人、あ、そうか、芸人で大抵二人組か。あれだよ、昔小さい頃すげえ貧乏でさ、お父さんに解散って言われた人じゃない、これ。その人絵描いてんの、これもしかして。すごくね。どういうこと。いきなりわけ。これ、あの、パッケージは2種類あるんだね。この白、あの、モノクロ白黒バージョンのと、カラーのゼウスのやつが2種類ということでね。まあ、ちょっと待って、ちょっとワクワクしてきたんだけどさ、これ、ちょっと待ってよ、すっと。おぉ、何これ、リアルゼウスだって。めっちゃかっこいいんだけど。何これ、どういうことこれ。芸人。おぉ、あのパラパラ漫画の人じゃん、これ。マジでか。これすごくね、いきなり。芸能人の。これ中山筋肉あるかな、中山筋。待って、めっちゃ欲しいんだけど。そして、お、突っ張りゼウスだって。すげえ。めっちゃリーゼント。めっちゃリーゼント。ゼウスって書いてる。ゼウス、よろしくって感じだよね。よろしく。すごいな、これ。あ、これ別に芸能人とかが書いてるわけじゃないんだね。いや、マジか、めっちゃ興奮してきた。これやる気1000倍になったわ。あとラグビーだよね。ラグビーとアメフトとプロレスが欲しいな。まあ、あるかどうかでもラグビーは絶対あるからさ。待ってくれって。ちょ、待って、これさ。おい、これ沢田幸男先生だろ、これ間違いなく。スーパーマリオくんだろ。明らかに。この絵柄は、もう俺らコロコロ世代はさ、もうこれ、一発で、ほら、沢、すげえ！ま、でもね、あの、沢田先生はビックリマン漫画描いてるしね。そうだよね。まあ、俺、ワリオの漫画とかも好きだったら。今回のビックリマンマジやべえよ。超レアシールがたくさん揃う。いや、もうこれやべえ。俺からしたらこれもう、なんか、過保地の過保マックスなんだけど。すげえ。沢田先生の。待って、漫画家さんとか、でも、そうか、ビックリマンの漫画家さん、芸人さんの他にもなんかいるのかな、女優小松菜奈かとか。いや、小松菜奈のさ、待って、俺、100枚狙うんだけど、マジで。小松菜奈とか。待って、これ、Z コイン、これ、ビットコインのさ、ゼウスじゃない？これ。仮想通貨でさ、こう、たくさん。ま、あれだよね、漫画のさ、ゼウスは、お金大好きだもんな。Z コインゼウス。やべ、めっちゃ興奮してきたわ。なんだこれ。AI ゼウス。人工知能ということこれ。ほうほうほう。すげえ、ロボットになってるね。これ、ターミネーター的な感じかなこれ。へぇー、16番。機械のゼウスか。すげえ、なんかシュールというかさ、見慣れないというか、なんかこう、不思議な感じになったわ、今。めちゃめちゃ。そして、おぉー、やった来た、よっしゃ、目標達成。ラグビーゼウス。いや、めっちゃかっけえな、腕。いいねー。マス、ジジイマッチョ、ジジイマッチョ、マッスルジジイ。ナンバー18、ラグビーゼウス。何あるかわかんないからさ、他にいいのあるかもしれない。これすげえな。めちゃめちゃおぉ、スーパーかわいいゼウス。だってさ、なんかわけわかんないね。まあ、いろんなゼウスがいるということだからさ、スーパーゼウス編でさ、ね。だからもうこれ、なんかわけわからんゼウス来たわ。
アートディ、あ、知らねえ、増田セバスチャンさんだって。これちょっと、お、かぶり、初かぶりだね。他のさ、芸能人の人のやつも見たいわ。いや、小松菜奈書いてねえかな。小松、あ、ZTuber ね、さっき見たね。美味しそうだね。びっくり守ってるわ。あ、目がね、あの、再生の、YouTube の再生ボタンになってる。ZTuber ゼウス。ゼウス YouTuber になったら即100万人ぐらい行きそうだよな。あれでやればいいのにね、あの、なんだっけ、バーチャル YouTuber でさ、ゼウスとかやったらめっちゃ、いや俺さ、ブルースキンガールのさ、バーチャル YouTuber 早く出てほしいんだけどさ、もうめっちゃも、お、あやかしゼウスだってめっちゃいい。あー、これ多分ね、ヤギュウチューベイ先生だわ。え、つか絶対そうだわ。絵柄が間違いない。ほら、ヤギュウチューベイ先生だね。もののけ操る妖怪画家、あやかしゼウス。ほうほうほう。お、マジか。ヨギュウ先生、まさかの。ナンバー3。ジャンル、いろんなジャンルからさ、出てるんだね。いや、これ女優小松菜奈あるんじゃねえかな。え、ちょっと女優小松、あ、やっぱそうだった。バブリーゼウスだったわ。まあ、もうバブリーだもんね。思いっきりね。バブリーゼウス。いいな、この時代もう一回来ねえかな。バブリー。プロテイン1年分さ、マジ来てほしい。バブリーの時代が来てさ、さっと。お、あー、これだ。ちょっと前に流行ったよね。I am a real American じゃね、どんな曲だったっけな。あの曲思い出せないけど。いや、絶対知ってる、これ最近だもん。いやー、音程が思い出せない。なぜか、リアルアメリカンが出てくる。いや、ちょっと思い出せないけど、あれは知ってる。あ、もう絶対知ってるから、俺。いやー、曲じゃちょっと思い出せない、さっと。おー、デュエマじゃん。完璧なる。デュエルマスターズじゃん。すげー、デュエルマスターズ子供の頃読んでたなー。黄昏みみちゃんすげえ好きだったんだよね、俺。漫画家さんと芸人さんが いるのか、これは。すげえぞ。これ、めちゃめちゃレアなシールがその、これ絶対コンプしよう。あ、つうか全部で、ね、何種類だったっけ、あれ書いてるこれ。あ、24しか。いや、でもワンボックスコンプはおそらく、つうか、磯部か。磯部っぽくないこれ。あ、違うな。浮世絵の、あー、わかった。浮世絵のね、俺本持ってなかったっけな。読み方がね、画集にちょっと、NAGA、多分、なが。ちょっと読み方がわかんないんで、多分、ほら、浮世絵の人といえば。いや、これなかなか熱いぜ。この、今回のスーパー前線すげえな。え、マジでか。これこんないい、シリーズだったとは、正直思ってなかった。かなり低、あ、来たね。双子整体師の、おじいちゃんラブ。イクメンゼウス、あ、イクメンゼウス、イクメンか、イクメンゼウスだね。30パック入りで全部で24種だから、まだ1回しか被ってないよね。あ、これいけるかも。でも、左側ですげえ被ってる。運が良ければ。いや、わかんないけど、とりあえずこれコンプしたいな。おお、スーパーゼウス with ブラックゼウス。この髪型すげえことになってんな。鳥山先生とかさ、鳥山先生だった俺、もし。100枚狙うぞ、マジ。俺。鳥山先生とか小松菜奈が書いてる。小松菜奈ちゃんとさ、いや、まあ、ねえだろうな。いや、絶対ねえだろうな。小松菜奈ちゃん。おっと、水墨、ゼウス。え、わかんねえ。水墨が、俺なんか、水墨画といえば表年図でしょ、除雪の。表年図。それ以外ちょっとわかんねえな。立川栄一郎さん。あー、バルタン星人書いてる人じゃん。あの、バルタン星人、俺見たことあるような気がする、この人の。スーパーサイヤ人ゼウス、それか、ブロリーゼウス。ほほ、ブロリーゼウスがあったらお前。え、1000枚でしょ。え、マジで目指すよね、生涯かけて。一気には無理だからさ。お、かぶりという。やっぱワンボックスコンプはできんようになってるな。これ、絶対これワンボックスはできねえんだよな、コンプリートな。そういうパーティーンなんだよな。そういうパーティーンなんだよね。ほら、もうかぶり、怒涛のかぶりらしさぜ。いやー、これ絶対コンプしよう。面白いわ。いろんなゼウスがいる。まあ、タイトルでもね、スーパーゼウス戦だからね。スーパーゼウスがたくさんいる。お、ベイブレードゼウス。まさかのベイブレード。へー。すげえな、いろんなゼウスいんな、ほんと。いや、でも23、24かな。21、でも4枚の時もあるよね。21、22、23とか。おお、スーパーダブルゼウス。はあ、はあ、光と闇のダブルってことか。すげえ。あ、これレアっぽくない？ 24 とか23じゃねえかな。あ、違う、1番だ。特1。すげえ。あ、でもやっぱ、これレアか。特1だもんね。丸得。やばいな、これ。次は、あれだな、全種類調べてからやろうかな。枚数でもわかるんだけど、全種類、24種ってわかってるから。でも、見てた方が狙いやすいかな。ツルピカハゲマルク。
思いっきり出てるじゃん、ツルピカハゲマルくんが。懐かしいな、ツルピカハゲマルくん、すっげえ懐くない？ウスと一緒に映っている。まあ、すげえ、すげえな、今回のシリーズ。いろんな意味で、やばいわ、このシリーズは。お、なにこれ？スーパー女、ジョゼウス。いやー、まあ、全くゼウスではないけどね。これゼウスとは認めんぞ、俺。これはゼウスではない。けど、だってアニメっぽくない？アニメの、なんかこう、アニメーターさんとかの感じがするよね。絵柄的にはね。でもこれ全くゼウスではないね。これはもうゼウスとは認めん、俺は。全くゼウスで。やっぱゼウスは違う。あ、ケモフレのだって。コンセプトデザインだって。もうワンボックスでコンパいけるな。大丈夫だと思う。いや、2ボックスぐらい一応買っとく。念には念を入れて、とりあえずワンボックスでやろうか。ワンボックスでやってコンプして全部並べて見てみようかな。一気にね、全部並べてね。見てみようか。お、なにこれ？天聖界&川崎ダブルバンディエラ。いや、全くわからんわ。あ、半端ないってって書いてるから、大阪半端ねえってやつじゃない？大阪選手じゃねえ。わかんねえ。サッカー選手、多分有名な人なんだと思うけど、ちょ、わからんな。ナンバー12だ、12番。今回で結構進んだからさ。まあ、被ってもよろしいなんだけどさ、って言ってる。おお、かわいいゼウスが被ったということで、今回の開封結果はこんな感じになりましたと。このシリーズすげえ面白いわ。またすぐね、買ってきて次回ね、コンプリート目指そうと思う。すげえ楽しみだな、これ。あと他どんなシールがあるの？いや、見ない方がいいか。お楽しみに やろうか。枚数でわかるし、あと何しか。いや、小松なら絶対ないけどね。でも、鳥山先生とかさ、ちょっと期待できない？漫画家さんとかいるしさ。いや、でも、いや、ちょっと、いや、でもやっぱ見ないでやるわ。見ないで次回も。